マルセル・ワンダース、ノッテッド・チェア・ MVRDV、ワゾコ・ビクトール。ロルフ・コート・メカヌー、ビジネス・イノベーション・センター・コンセプチュアル・デザインとは、1990年代以降、主に、オランダを中心に、欧州から世界中に広がったデザインの動向。1990年代以降の、ダッチデザインと、ほぼ同義とも言える。 プロダクトデザイン分野での総称であるが、グラフィックデザイン、建築デザインでも、同様の動向が見られる。言語的なアプローチに立脚した意味操作的かつ事故、言及的なデザインで、主たる傾向として、リサーチ、ダイアグラム、レディメイド、組み替え、インターベンション、ドキュメンテーションなどの要素を持つ。初期の動向として、1992年、 オランダの内面編のギャラリーマルゼーで展示された若いデザイナー、テオ、レミ、ユルゲンベー、ヤン・クーニングなど、後のドローグデザインの主要デザイナーらの活動に橋を発する。特徴は、開拓的な造形に比重があるのではなく、機能、意味に対する新しいアイデアを重視した点にある。当時のギャラリーマルゼーのカタログでは、オランダ語でデザイナーを意味するボルムジエバーが、 フォームギバーを指すことに対抗する形でデザイナーたちが自らをミーンギバーと呼んでいる。同年デザインフォーインダストリー誌の編集長であったレニーラ・マカースがそれらの新しい動向に注目し1987年からデザインアカデミーアイント法編で教鞭をとっていたハイスバッカーと共にドローグデザインを設立した。一般に1993年に ドローグデザインがミラノサローネに出展したことがコンセプチュアルデザインを現実のものとして認知させる最初とされている。オランダ語で乾いたを意味するドローグの辞儀通り、初期のデザイナーの作品は控えめで実直かつ禁欲的と形容され、ドローグ自身もノーデザインやアンチデザインを標榜していた。 同時代に活躍していたオランダの建築家のレムコールハースの影響を強く受けており、神秘性を拒絶し、既存の日用品や技術、素材などを再解釈する、編集的なデザインの背景には、言語的な思考に基づき彼らが概念化のプロセスを重視したことが背景にある。 大量生産に立脚しない少数制作の作品制作を支えるデザイナーイコールメーカーズやセルフプロダクションの傾向からギャラリーでの展示、販売をベースとし美術館に収蔵される作品も多くある。一方でデザインのためのデザインというデザインの領域に対する自己言及的な問いかけといった性質によって機械的に形式を算出するだけの メディアマシーンに過ぎないといった批判もある。ドローグデザインに橋を発した以降の概念的なデザインの動向は、イタリアで1980年代以降起こったメンフィスなどポストモダンへの批判として、その延長線上に位置づけられるばかりでなく、1960年代以降のコンセプチュアルアートや80年代のシミュレーショニズム、90年代以降リレーショナルアートなど、 現代アートの影響も強く見られるなど、機能性、実用性、生産性といったコマーシャリズムよりも、形式性、作品性、作家性を重視する諸領域の横断的な性質から、デザインアートとしてくくられることもある。スパイダーライトソールドインジャパンエンド 1990S、シーウィンドマガジン1995アバウトエキシビジョン。 コートレック 94& ビジオマガジンジャパン、マーチ1999ミエンケサイモン。トーマス、ダッチデザイン、エーヒストリーミエンケサイモントーマス、ダッチデザイン、エーヒストリーミエンケサイモントーマス、ダッチデザイン、A ーエンンース、A、ヒストリー書籍雑誌編集中。ありがとうございます。